2016年時点のバタガイカクレーター。クレーターが拡大していく様を捉えた時系列の写真が NASA のウェブサイトで閲覧できる。h i ス・ NASA r ー i c l ル。サハ共和国内の一バタガイカクレーターは、ロシア連邦サハ共和国にある直径 1km、深さ 86m 程度のサーモカルストーチである。 バタガイから南東 20km、エセイコールハイヤ地区から北東に 5km で、サハ共和国首都のヤクーツ区からは、北北東におよそ 660km の場所に位置する。付近を流れている柳川に右から注ぐ支流のバタガイカ川にちなんで名付けられた。この辺りは、付近の森林が伐採されて、以降、 永久凍土氷塊の影響で1960年頃から沈下が始まっており、2008年の洪水もクレーター拡大に影響をもたらした。クレーターの円の地中からは氷河期の化石が発掘されている。定期的な地滑りやさらなる永久氷土の氷塊のため、円は非常に不安定な状態にあり、クレーターの大きさは 2017年2月末現在、拡大を続けている。A.B. サラギ・ボンズ、サエグササヨコ。シベリアにできた巨大な穴、止まらぬ拡大。日経ナショナルジオグラフィック。2017年3月7日閲覧。クジーク、バタガエカ・クレーター、シベリア。アミュージング・プラネット。2017年3月7日、閲覧。A.B.C. シベリアスドアウェイツーザーアンダーワールド、イズラピドリーグローイングインサイズ。ホーブス、2017年3月2日閲覧。20マニアオールドソイルファウンドアットミステリアス。クレーター、A、ゲートツーザーサブテレニアンワールド。ザ・シベリアンタイムズ、2017年3月7日、閲覧。ありがとうございます。